も。今回はこの方。いやー、この方と言われましても。ギリシャ神話最強の仇役、デュポンさんだよ。いい絵がなかったので、AI に描いてもらったやつだけど。わかるか。でもまあ、この絵はいかにも強そうね。なんか手から宇宙空間出してるし。うむうむ。FF が好きな人にとっては、大先生としておなじみ。タイフーンという言葉にも、影響を与えたかもしれないと言われる、デュポンさんだけど。では元ネタのギリシャ神話ではどんな存在だったのか？ふむ。このデュポン大先生が、どこから生まれたのかについては、いくつか説があるようだけど。最も有名なのは、第一母神ガイアさんと、奈落の神タルタロスさんの子というお話。ガイアさんが中途半端な絵になってるような？いや、例によって、着ているものがあれなので。ふむ。じゃあなぜガイアさんは、デュポンさんを産んだのかね。ゼウスさんのお父さんクロノスさんは、権力を奪われることを恐れ、自分の子を次々と飲み込んでいたよ。おう。それがきっかけとなって、クロノスさん世代のキターン神族と、ゼウスさん世代のオリュンポスの神々との間で、北のマキアと呼ばれる戦いが起きるんだけど、この時ガイアさんは、ゼウスさんにアドバイスしたりして、どちらかというと、ゼウスさんの味方だったよ。あれ、どっちも子孫では？クロノスさんはガイアさんの子、ゼウスさんは孫。おう。で、北のマキアの結果、ゼウスさんがクロノスさんを倒すと、ガイアさん、今度はゼウスさんのことを嫌い始めるよ。え、なんで？ゼウスさんの、クロノスさんらに対する仕打ちがあまりにひどいと思ったらしい。確かにアドバイスはしたけど、そこまでやるとは思ってなかったわ。という感じかな。多分ねー。それで今度はガイアさん、ギガース、つまり巨人たちを、ゼウスさんらにけしかけるよ。おう。これによって起こった戦いを、ギガントマキアと呼ぶよ。キターン神族を倒したゼウスさんなら楽勝では。ところがどっこい。どっこい。このギガースたちは、神がとどめを刺すことは不可能。というチート能力を持っていたのだ。なんと。でもそこはさすがゼウスさん。こんなこともあろうかと、前もって人間の女性との間にも受けておいた。ヘラクレスさんをギガントマキアに投入。神じゃなくて半神半人だから、ギガースにとどめを刺せると。うむうむ。こうしてゼウスさんは、ギガントマキアでも勝利。でもこれでますます怒りを募らせたガイアさん。あの孫可愛くない。ついに私を本気にさせましたね。いいでしょう。ではあらゆる神々をしのぐ力を持つ、超神を生み出しましょう。ということで、ガイアさんが兄弟のタルタロスさんと、協力して生み出したのが、協力。超神デュポン大先生。大先生はいらないのでは。その大きさたるや、星々に頭をぶつけるほど、両腕を広げれば世界の果てまで届くほど。グレンラガンかよ。さすがのゼウスさんも、それはどうしようもないのでは。ゼウス側の神々はみんな恐れをなし、動物に変身して、エジプトに逃げてしまったよ。それでエジプトの神々は、動物の姿をしてるのだそうな。それほどまでに恐ろしい。だがそこに、一人だけ逃げずに戦う者がいた。それがゼウスさんだ。ただの浮気親父ではなかった。やるときはやる。そして、ゼウスさんの方の攻撃力はとんでもなくて。この画像でも、右手に持っている。わらたば？いやこれは雷帝、ケラウノス。ゼウスさんがキターン神族と戦った時、タルタロスに閉じ込められていた、キュクロプス三兄弟を解放した見返りに、献上された武器で、キターン神族を相手に無双し、それどころか、マキシマムパワーで使うと、宇宙すべてを燃やし尽くせるとも言われ、原初の神カオスも倒してしまった、なんてお話もある。神話の世界最強の武器だよ。宇宙すべて燃やせるとか、もうデタラメな武器ね。このケラウノスだけでなく、ゼウスさんは近接用の武器として、混合の鎌、ハルパーも振るったよ。これは、ゼウスさんのお父さんのクロノスさんが、そのまたお父さんのウラヌスさんのあれを切り落とした、恐るべき武器。あれとは、そこに踏み込むことはできない。ふむ。素手でも強いゼウスさんが、この二大武器で武装してデュポンさんと戦ったので、宇宙破壊兵器を食らっては、デュポンさんもひとたまりもない。離れてケラウノス、近づいてハルパー。オールレンジ攻撃を繰り出すゼウスさんに、デュポンさんは苦しめられるも、その攻撃に耐え抜いて、とうとうゼウス様に密着。ギリシャ人大好きレスリング技でゼウスさんを締め上げ、宇宙破壊兵器に、レスリングで対抗。デュポン大先生やっぱりとんでもないわ。二大武器をもぎ取って、とうとうゼウスさんを倒してしまうよ。おう。ゼウス様より強かった大先生。ちなみにこのデュポンさん、いつそんな暇があったのか、子供もたくさん作っていて、奥さんはどなた？
上半身は人間、下半身は蛇のエキドナさん。リゼロが思い浮かんでしまう。そして二人から生まれた子は、相当の犬オルトロスさんと。え、オルちゃんタコじゃないの？それは FF だけだよ。それから、スイーツ大好きケルベロスさん。意外な好み。さらに9頭のヒュドラ、100頭のラドン。キマイラやスフィンクス、パヤ、ゴルゴン、スキュラも、デュポン大先生のことされるよ。おう。いつの間にそんなにたくさん。大先生お忙しそうなのに。さて敗北したゼウスさんはというと、手足の剣を切り取られて、洞窟に閉じ込められていたよ。切り取られたのは剣だけか。え？あ、いや、なんでもありません。でもなぜデュポンさんは、命を奪わなかったのか。単純に不死身だから無理だったのでは。なるほど。まあでもゼウスさんは敗北して閉じ込められ、あの強大なデュポンが相手では、誰も救出に来ないだろう。このままではデュポンの時代になってしまう。と思っていたところ、現れたのは伝令神にして雄弁と計略の神ヘルメスさん。と、その息子の牧神、パンさん。パンさん寄って絡んでるように見えるな。まあとにかく、力では束になっても、デュポンさんには勝てないので、隠密活動と計略が得意な、この二人が助けに来たよ。おお、牧神なのに計略を。パンさんはパニックの語源になったとも言われるので、撹乱作戦は得意、なはず。ふむ。ということで二人して、見張り役の遊女デルピュネイさんを騙し、ゼウスさんの剣と武器を取り返して、ゼウスさんを治療し、見事救出。ヘルメス親子すごいぜ。ということでリベンジマッチ開始。捕まっている間何度も何度も、ああすればよかった、こうすれば勝てたと、頭の中で戦闘シミュレーションをしていたゼウスさんに対し、前回の勝利の影響で油断していたのか、今度はデュポンさんは大ダメージを負って、追い詰められることになったよ。今度はいける。ということで、デュポンさんはなんとか、ゼウスさんの前から逃げ、ある神々を探す。一体誰を？クロートー、ラケシス、アトロポス、運命の女神、モイライ三姉妹だよ。いやもう FSS しか思い浮かばない。デュポンさんはこの運命の女神たちを脅し。そんなことしたらアマテラス様出てくるぞ。一見弱々しいけど、ギガントマキアでは棍棒で巨人を殴り倒してるほどの三姉妹。意外に武闘派。でもさすがに、デュポン大先生が相手では、真っ向勝負は無理。ということで様子を伺う三姉妹に対して、デュポン先生は、君ら、運命の女神だよね。そうですが何か？私に勝利の運命をもたらす身を渡しなさい。今ちょっと在庫が切れてまして、メマルカリでも見てみたらどうですか？いや、転売品ではなく、君らから直接受け取りたい。ちなみに、在庫があるのは調査済みだ。拒絶は認められない。いつの間に調べはったんや。そこまでおっしゃるのなら是非もなし。そうしてデュポンさんは、勝利の果実を受け取り、これを食べたよ。はははは、はこれが超セース、いや、勝利の果実か。みなぎる、パワーがみなぎるぞ。私は無敵だ。ということでラウンド3スタート。あれ、ゼウスのやつ、前より大きく見えるぞ。気のせいかな。まあいい、成長期なんだろう。これでも食らえ。とばかりに、バルカン山脈を持ち上げ、ゼウスさんにぶつけようとするデュポンさん。山脈持ち上げるとか。めちゃくちゃや。いや、もともと星に頭がぶつかるくらいの大きさだったから。わざわざ山脈を持ち上げるのは、前より縮んでる？これを見たゼウスさん、ケラウノスで山脈を攻撃。山脈はデュポンさんに向かって崩れ落ち。デュポンさんは血まみれに。あれ、こんな岩ごときで、なぜ私の血が流れる？何かがおかしいと思いつつ、デュポンさん再び敗走開始。勝利の果実とは？勝利の果実とは、運命の三女神を下手に脅したせいで、怒った女神たちに騙され、勝利の果実ではなく、無常の果実を渡されていたよ。それで力を失ってしまったか。力を失っても、山脈を持ち上げる程度には強いけど。シチリア島まで逃げてきたデュポンさんだけど、そのデュポンさんに対し、ゼウスさんはエトナ火山をぶん投げた。この程度の山、私が跳ね返せないとでも思ったか。ところがデュポンさん、無常の果実の影響と、度重なるケラウノスの攻撃で、ほぼ力尽きていたのか。エトナさんの下敷きにされ、動けなくなってしまったよ。なんと。今でも不死身のデュポンさんは、エトナ火山の下で生きていて、デュポンさんが逃れようともがくたびに、エトナ火山が噴火するのだそうな。そろそろ救助してあげてもいいのでは。弱っているとはいえ、人間にはどうしようもない相手かと。ふむ。密かにスクウェアエニックスさんに救出されて、ゲーム制作の協力をしているという噂もあるけど。マジでか。
ということで、ちょっとシチリア旅行行ってくる。じゃ。ふむ、また泳いでいくのね。よし払えないからね。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。